皆さんよろしくお願いします。哲学とです。今回は命のない歌、奈落の庭というホラーゲームをちょっと実況していこうかなと思います。まあちょっと怖いシーンもありますので、まあ苦手な方は他の動画を見ていただけたら嬉しいです。じゃあ早速やっていきましょうかね。なんかこれ右と左が選べるようになってる。あ、そういうことか。左がスタートみたいですね。さあやっていきましょう。プレゼンテッドバイパウ。もしもし聞こえますか。ケルマはその声を聞いて薄暗い部屋で目を覚ました。ゆっくりと目を開けると、うつろなピンクの、ランプの光がぬらぬらと光って、ケルマに早く起きるように促した。身なりを整えてケルマはそっと壁の外を見た。窓の外を見た。いつもと同じように赤い赤い庭の泉にケルマの心はざわついた。庭に出たケルマはその声が枯れ井戸から響いてくることに気づいた。そこで井戸に寄り添っと耳を傾けた。するとその声はこう言った。そこにいるのでしょう。もう耐えきれないんです。だからほんの少しでいいから力を貸してください。そうしたら私、その言葉を聞き終わる前にケルマは井戸を後にした。ケルマはその女の、その声の主が群れから外れ、助けを求める羊なのだと分かっていた。それから助けることができるのが自分だけだということも。そしてこの庭の向こう、霧に包まれた森へと向かった。井戸の底の羊を助けてあげるためだ。深い霧の中、心は未だ揺れていた。誰かの声が深い霧を抜けたと。庭に出たケルマは、湖にたどり着いた。それから湖を越えるために靴に魔法をかけた。炎の上を渡るための古い魔法、それはあの人が最後に教えてくれたものだった。ケルマの靴は風に乗って、氷の上にふわりと浮いた。振り下ろした日か雨が皮膚を撫でるとカラカラに早すぎるお前は水に映らない。なんか設定できるのかな、これ、特にメニューとかなさそうな感じですね。湖を越えたら、ケルマは靴の魔法をそっと解いた。湖の先にはうっそうとした見張りだらけの、森があった。ケルマの探し物はこの沼地の奥深くにあった。ケルマは震える足を引きずって恐る恐る沼地に足を踏み入れた。結構音が怖い、ね、想像した森の中でさえも心が変わる。この沼の底には誰もいない。見張りの目をかいくぐってケルマは、森の奥へたどり着いた。そこには薄紫の綺麗な花が咲いていた。なんか仏教みたいですね。そっと触れるとその花は、花弁を落として麗しい実をつけた。ケルマはその実を摘み取るとその皮に傷をつけた。そして傷口から溢れ出た、データなんだこれ、泉を小瓶集めた。それから森の抜け道を通って急いで自分の庭に帰った。
庭についたケルマは声の主のいる井戸の底にそっとその小瓶を沈めた。くたくたになったケルマは部屋に戻りベッドに入って死んだように眠った。それから長い夜が来た。あの子が死んだそうだよ。無理もないさ。ここ最近はとうとうおかしくなっていたようだしね。オフィリアのように溺れて死んだのかな。そいつは苦しかっただろうね。だが一番美しい死に方かもしれないな。森で首をくくったのかな。そいつは一番醜いだろうが一番楽だろうね。底なし沼に落ちたのかも。それは一番幸せだろうね。沼はあの世につながっている、いそうだから生まれ変わるのは早そうだもん。幸せ、生まれ変わるのが幸せだっていうのかい。ああそうに決まっているだろう。なんだってやり直しが効く方がいいに決まってるじゃないか。長い眠りの後、ケルマは目を覚ました。こんなにぐっすりと眠ったのは久しぶりだった。あの声はぴたりと止んでいた。おもむろに部屋の外に出てケルマは枯れ井戸の方へと向かった。そしてやり直しなんてどうせ聞かないぞ。聞かないさ。生まれ変わったら君は全部忘れているんだ。だとしても終わりが来るよりはマシだろう。人間には本当の終わりなんて理解できないんだから。そうかな。僕は人生の最後くらいは人間がどうしたって理解できないものの方がいい。どうか一人で答えを出さずに許してほしい。その方が幸せだな。うわー怖やがて、やがて白く乾いた唇から一匹の蝶がこぼれ落ちた。薄紫の羽に口づけてケルマはこう言った。ようこそ奈落の庭。長いこと本当につらかったろう。こうするには随分勇気がいっただろう。これからはもう二度とあんな痛みに耐えなくていい。どうかゆっくりお休み。絵本を読み終えた私はしばらくセミの声の中で、固唾を飲んでいた。祖母の家は、かやき屋林の中にある。昔も今もそしてこれから少し先もそれは多分変わらないだろう。祖母の遺品である大ぶりのサファイアの指輪をはめた手で古い革の裏表紙をさすってみる。彼女と同じ感触を得るにはきっと私の肌は若すぎる。不気味な後味の悪いこのいびつな物語は祖母が死ぬ前に完成させたものだ。彼女はこれを書き終えて机に置いた後この部屋での針で、首を吊った。迷いのない最後だ。と時計の音が止んでいることに気づく。口数の少なかった祖母と交わしたいくつかの言葉から最も印象深いセリフが頭の中にポカリと浮かんだ。私は自分の人生が幸せだとも不幸だとも思ったことがないけれど、もし私がこの世界にまた生まれるのだとしたらそれも間違いなく不幸であると思う。一度きりの人生、それは生前無欲で控えめだった彼女の、数少ない願いの一つだった。
計のネジをぐりぐりと巻いた。ネジから手を離すと同時に、巻き上がるネジが時計を動かす。この瞬間私は少し怖くなる。時計が動き出すことへの恐怖、きっとこれはどうあがいてもわからないものへの本能な、それなのだろうけれど、理解できないことはある種尊いことなのだと思う。死を完全に理解したとき、私たちはきっと人間ではなくなってしまう。絵本を本棚に戻すと、ゆっくりと机に座った。あの絵本の話の内容はおとぎ話そのもので、まるでアンリアルだけれど、それは私にとってどこか生々しく、ケルマは本当にどこかにいるのではないかと、祖母はケルマの声を聞いていたのではないかとすら思えてしまう。そして私は辛いことがあるたびにここに来てあの本を開く。瞳を閉じると耳がこれまでより多くの音をかき集めてくる。人が目を失っても生きていくためのシステムだ。セミの声が一つ減った気がした。頭の奥で厚みげしの花が揺れる。祖母の愛した花だ。その実が垂らす白い蜜は自我をじりじりと壊してしまう。彼女にとって死とはそんな風に甘くて毒のある魅力的なものだったんだろうと思う。明かりの切れかかったランプ、ネジを巻いてもまっすぐに止まる時計、立て付けの悪い窓。この部屋はあと少しで死んでしまいそうなものばかりだ。ここで過ごしていると、まるで私の命の代わりにこの部屋に残った祖母をすり減らしているような感覚に陥る。この部屋のものが全て壊れた時、私は多分初めて孤独になって、それで本当に一人きりで私自身の死を想像しなきゃいけなくなる。祖母を使い切った私は、それでもこれまで通りのうのうと生きていけるだろうか。まぶたで閉じた闇の中で、また一つセミの声が減ったような気がした。エンドロール。ああ、なんかこう雰囲気的に怖いっていう作品ですよね。なんかこう仏教の世界観を元にしているように見えて、まあなんか非常に怖いシーンもたくさんあったような感じですよね。はい、どうもありがとうございました。またなんか次回、そうですね、ホラーゲームを少しずつ上げていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。もしよろしければチャンネル登録の方もお願いします。どうもありがとうございました。哲学徒でした。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は、右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。